船橋市内には26の公民館があり、さまざまな教室や講座、サークルなどの活動拠点となっています。今週初めは習志野台公民館で行われた文化祭の様子をお届けします。6月27日と28日の2日間、習志野台公民館で公民館と文化祭実行委員会の共催で第35回文化祭が行われました。今年は今年も元気、楽しもう文化祭をテーマに、36のサークルや団体が1年間の活動の成果を発表します。今回、30数団体、ご参加をいただきました。皆さんの準備期間が短い中でも精一杯、頑張って、発表していただいたなというふうに考えております。習志野台公民館は10月1日から始まる大規模修繕工事のため半年間の閉館が決まっています。このため例年10月に行われている文化祭が今年は6月に前倒して行われました。1階集会室と通路には12のサークルによる絵画や書道、木彫り、写真などが展示されていました。こちらの習志野台洋画サークルは昭和56年の公民館開館と同時に始まったサークルで、現在35人の会員が活動しています。油絵や水彩画など展示された52点はどれも力作で、この日のために心を込めて描いたということです。発表の場がやっぱりみんな欲しいと思うんですよ。だからサークルで描いていてそれだけでもいいっていう人と、やっぱり皆さんに見てもらって、ああこんな絵を描くんだな、こんな素晴らしい絵を描ける人もいるんだなっていうことを分かってもらうっていうか、ですからいろいろ批評してもらえばね、また嬉しいんですけどね。4年前に発足した習志野原歴史研究会は、習志野原の歴史や文化を研究するサークルです。昔の写真や年表などとともに地元の歴史が分かりやすく紹介されていました。150年ぐらいこの皆さんが住んでいる地域が劇的に変化しているってことを皆さんにお伝えしたいなと思って、今年初めてこういう参加しましてね、いろいろその人と話し合ってコミュニケーションができて、とてもいろんなこと聞けてよかったですね。3階講堂では18のサークルによる体操や舞踊、民謡、ダンスなど日頃の練習の成果が披露されました。弾み健康体操に参加している64歳から92歳までの28人の皆さんは、年齢を感じさせない機敏な動きや表情で全8曲を元気に踊っていました。健康的ではつらつとしてらっしゃる。毎回いろんなこうなんて衣装もね、素敵にこうアレンジして、どんなんだで今年はやってくれるかなっていうのがとっても楽しみで、それも興味があって毎回見させていただいてます。日々ストレッチとか筋力トレーニングとか有酸素運動をやってますので、その基礎のもと、もう最後は笑顔だけです。この文化祭だったら文化祭、体操祭なら体操祭で楽しめるような体を維持しながら、みんなと仲良くやっていきたいと思います。今年で31年目を迎える民謡サークル愛友会の皆さんは、尺八や三味線、太鼓などを交えながら全12曲を披露していました。一つ覚えた歌、それこそ死ぬまで歌っていける、流行歌とか演歌とかと、その辺が一番違うところでしょうか。あとは腹の底から声を出す、それがもう健康にはつながっているというふうに思います。
大先輩で85、6歳の方がいますので、目指せ80歳まで頑張る予定でいます。また会場には焼きそばや炊き込みご飯などの模擬店、日用品や生活雑貨などを販売するフリーマーケットなどが多数出店され、多くの人でにぎわっていました。見せていただいて力をいただくっていう感じがありますので、こういうことがずっと続くといいなと思って見てます。毎日の暮らしの中でこういうのをねやってらっしゃるのすごくいいと思います。35年以上、こちらで活動させていただいております奈良市大公民館ですけども、さらに地域の社会学習の中心になるように、努めてまいります。リニューアル、オープン後もですね、ぜひご利用ください。よろしくお願いいたします。市内10カ所の公民館では、夏休み期間、小中高校生を対象とした勉強するスペース、自習スペースを開設します。これは昨年行われた市長と中学生が船橋の将来について話し合う子ども未来会議室の中で提案のあった議題で、今年から実施されるものです。開館日時など詳しくは各公民館へお問い合わせください。涼しくて静かな公民館は勉強をするのにも好都合ですね。その他にも様々な行事を行っていますので、ぜひご利用ください。続いては夏のアンデルセン公園を紹介します。緑豊かな船橋アンデルセン公園では、これから夏の時期にかけて様々なイベントや企画展を行う予定です。現在行われているものを含めて、そのいくつかをご紹介します。広さはおよそ東京ドーム7個分。船橋アンデルセン公園はメルヘンの丘、ワンパク王国、子ども美術館、自然体験、花の城ゾーンの5つに分かれ、それぞれの場所で違った遊びが楽しめます。園内にはおよそ150種類5万株の草花が開花しています。現在はアジサイやラベンダーが満開で、これからは1000株のユリが見ごろを迎えます。ワンパク王国ゾーンにある日本有数の規模を誇る森のアスレチックは、木陰で体が動かせる人気の場所です。また夏の時期には虹の池で水遊びができ、多くの子どもたちの楽しそうな声が響き渡ります。今日は初めて来たんですけども、とてもね、孫たちが楽しく過ごしている様子がね、非常に嬉しいです。お水遊び楽しかった。回りきれないぐらいいっぱいなんかあって、すごい楽しいです。赤いスミル台が楽しかったです。子ども美術館では版画のアトリエや食のアトリエなど、創作体験ができる8つのアトリエがあります。それぞれで期間ごとに違うプログラムが用意され、さまざまな体験が楽しめます。染めのアトリエでは、カラフルに染めたオリジナルバッグや T シャツ作りが楽しめる鮮やかカラフル染めのプログラムが行われています。また木のアトリエでは、流木や貝などを使って創作風鈴やオブジェなどを作ることができるプログラム、海からの贈り物が行われています。2階の展示室では8月2日まで、建築家の遠藤美希子さんによる遊びの世界が止まらないの企画展が開催されています。この日は遠藤さんが講師となって、いろいろな形のウレタンに目玉や模様をつけるワークショップ、ウレタンくんでマイ相棒を作ろうが行われ、参加した子どもたちは個性あふれるデザインの人形を作っていました。うまくできたと思ってます。中に違う色のスポンジを入れて、ちょっと色が出るようにしました。羽をつけたところだ、頑張りました。集中して
話も聞かないぐらい自分でやってました。家ではないアイデアとかいただけるのし、他のお子さんが作ってる様子も見られるんで、はい、刺激になっていいと思います。手触りとか肌触りってなかなかそういうもので遊ぶ機会って今少ないと思うんですけれども、こう触ったりすべすべだなとかふわふわだなちょっと硬いなとか、そうい う, こう食感でを楽しむことをぜひ今のお子さんたちにいろいろやってもらいたいなって思います。その他のアトリエでも様々なものづくりのプログラムが用意され、子どもたちは自由な発想で作る楽しさや喜び、そして感動が体験できます。ただいまアンデルセン公園子ども美術館では企画展と題しまして、遊びの世界が止まらない、ふわふわのクッションを使った遊びの世界が広がっています。その他アンデルセン公園子ども美術館アトリエプログラムといたしまして、いろんなプログラムを開催中です。皆さんぜひ遊びに来てください。メルヘンの丘ゾーンの童話館には図書コーナーやシアターがあります。毎週土日にはお話し会が開催され、折り紙や塗り絵も楽しめます。出かけるときは戸を開けて外に出ると楽しめました。コミュニティセンターでは園内で摘み取ったラベンダーを使ったスティック作りが行われました。あたりには良い香りが立ち込め、大人も子どもも一緒にスティック作りを楽しんでいました。ちょっと難しかった。初めてやったのでちょっと最初は苦戦したんですけど、だんだん慣れてくるとすごく楽しくて、はい、子供と一緒にできるので、はい、楽しかったです。癒されます。お花大好きなので、いい匂いがするのでお部屋に飾って、お部屋をいい匂いにします。現在船橋アンデルセン公園ではラベンダーとアジサイが見頃を迎えています。また、お子様たちが楽しんでいただける虹の池やアスレチック動物ふれあい広場など、たくさんの、お楽しみがあります。土日を中心に、たくさんのイベントも開催がありますので、ぜひ、アンデルセン公園へ遊びに来てください。ご来園をお待ちしております。アンデルセン公園では今回ご紹介したほかにも土日を中心にさまざまなイベントが開催されています。詳しくはホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。アンデルセン公園では夏休みに向けて家族で楽しめるたくさんの企画が用意されています。一日中思いっきり自然と親しみながらさまざまな体験ができるので、ぜひ足を運んでください。ではお知らせです。船橋市では放課後ルームの非常勤職員と臨時職員の募集を行っています。放課後ルームは市内に54箇所あり、職員は小学生の放課後をサポートしています。登録制なのでいつでも申し込みすることができて、資格は必要ありません。詳しくは市ホームページなどでご確認ください。夏本番を控え、湿度や気温の高い日が続くこの時期は食物などに付着した細菌が増えやすく、特に細菌性の食中毒が多く発生します。予防するには石鹸での手洗いや適切な食品の管理、調理器具の消毒などが必要です。しっかりと対策を行って食中毒を防ぎましょう。最後に船橋シティニュース放送時間変更のお知らせです。毎日正午からと午後8時からお送りしているこの番組ですが、ご覧のケーブルテレビの番組編成の変更で、7月11日土曜日から23日木曜日の間は正午からの放送が午前7時からに変わります。今後も船橋シティニュースをよろしくお願いします。それでは今週はこの辺で失礼します。